韓国はさ、撮るのがきっついとかメクロっていうな、そのパンクラに戻られない前あるらしいよ。ジャニーズオタクがなにわ男子のアカウントに入ればこっちの人も喜ぶじゃん。それでお金をもらって、うん、人は当たらなくてひどくない？こっちっていう、それもそれもあるよ。オタク행동、おっちゃぴ덕질할거、행복한덕질하자。動画でキューブ始めすいましたあ、呼んでください。不純喫茶ドップ、そう読めない読めないからさ。英語不純喫茶何の意味ですか？あ、無論いやわじゃん。説明してください。이거는ナポリタン、スパゲッティ、オムライス、サンドイッチ。すごすご、すごい。はい、お願いします。ナポリタンとオムライスを一つずつください。お時間いただくんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。失礼します。なるほど。オムライス、オムライスポリタン。喫茶店風な雰囲気だね。喫茶店だとタバコ吸えるかもしれないから匂いが。え、そう。この間行った喫茶店は吸えたから。マジ可愛いんけど。隣の人がタバコ吸ったり。隣の人タバコ吸ってた。それは嫌だ。嫌でしょ。結構そういうとこが多いの、うん、基本的かな。なんか吸えるところもあるし吸えないところも多分あるんだろうけど、昔ながらのところは吸える。そうなん。なるほど。あんま吸わない。あ、好きじゃないよ。好きじゃないです。うわ、これナポリタンっていうやつ。이거는나폴리탄。한국에서는오믈라이스있어？오믈라이스는있는데이거는없는것같아。오나폴리탄。응없는거진짜나폴리탄은나폴리탄오믈라이스오믈라이스食べてみます。顔出さない方大丈夫。じゃあ紹介してくれ。めっちゃ可愛いでしょ。ご紹介してください。ユリ입니다。귀여워。最近これ韓国にあまりないスタバと。地球に悪いからね。マクドナルド。メ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 ックスはない。プラスチック。プラスチック。人生にとって初めてナポリタン。드디어。접시를뭐라그러지？個人個人の。フリザラ。フリザラ。あ、フリザラって言っていいのかしら。お兄の진짜。한사람이에요 어떻게먹으냐이렇게먹는거야 어때？살짝짠데맛있어。麺が太い。いつもはもうちょっと細い。食べてるやつ。なんかね、日本の食べ物って割と味が濃い。由来が日本でしょ？え、マジだよ。ナポリタンだけ。海外のその文化がマジして生まれたのがふわふわ半端ちゃん。でも日本人はその前誰かに聞いたけど、しょっぱいってしょっぱいほど美味しくないって。ああ、そういうことあり？まあ、なぜ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 。 TikTok で流行ってるらしいよ。流行ってる。なぜなぜ。本人がさ、フォローした時さ、デーティングの方のアカウントあったのにさ、今日さ、本人のさ、アカウント、あれ、デーティングのアカウントなくなってるって思ってさ、下にあるよ。実は、日本語勉強を楽しみにする前に好きだったのが、お菓子作りだの。でも、お菓子作りしながら、足が痛くなっちゃって、立ててするやん。3時間とか4時間とか続けて。でも、無理しちゃって、痛くなっちゃった？痛く、その後に、なんか弱くなっちゃった。足がマジで。周りの人たちが、ね、お菓子作りとかベーキングやめって言われてて離れるようになっちゃったの。料理とか好きなの？全然しない。なるほど。結婚絶対できない。やばい。一人っ子や？
マザスクロニカ、うん、アッパーが遊び相手色もねさ、箱入り娘から危ないことは全然ダメらしいだね。長男、箱に入れられた娘入れられた、そう私が入りたくなくても入れられた箱入り娘じゃなくていて箱に入れられた娘ですよ。愛されたね、めっちゃ愛されて育てたな。いいと思う。ピールボンプキン食べて。え、先に食べるの？うん、あ、リゾットはさゆりちゃんが先に食べる。いただきます。うん、マジで美味しいこれ。うん、チェリーも美味しい。マシさん、マシさん、うん、みんながしてたらいいと思うからちょっと話してみます。韓国はさ、うん、そのティケットが取るのがきついだとか、ね、日本はランダムで選択される。まあじゃあ、でも韓国は先着順でするじゃん。まあじゃあ、これが早いな人が取るのがもう普通だと思うけど、うん、実はそんなことない。半分はメクロっていうようなその議会がしてる、その個人的な会社でメクロっていうような機械を使ってティケットを取るの。なんかこの上に値段をプラスして売れるの、うんうん、本当に行きたい人に。その歌手の芸能人もこれをめダメです言うし、これをバレたらそのパンクラに戻られない場合あるらしいよ。でも多すぎて見つからない。なるほどね。で日本でさね、ファンクラブでそう一個しかないじゃん、アカンが、うん、そうそうそう、関心に없는チングなんて、うん、コンサート가고싶은데빌려줘가족이한테도、うん、アカウントを増やす人がいる、うん、だからジャニーズオタク、うん、嵐のファンが、うん、ファンとなにわ男子のファンで、うん、なんかその嵐のファンクラブがなくて、うん、こっちはなにわ男子のファンクラブがない。だからこの人は嵐のファンクラブに入ればこっちの人は喜ぶし、こっちの人がなにわ男子のアカウントに入ればこっちの人も喜ぶじゃん。コンサートの時になったら応募お願いしますって言って応募して、めっちゃ取るとトレードしたり、そうそうそう、だから近い席に取るじゃん。そしたらそれ以外の席はそういうところに出していくらで売りますとか言って Twitter とかで例えば 1.0 からとか 3.0 から言葉があるんだけど、 3.0 は3万円とか、よく動画であるのはこうやって人が座ってて、例えばこの相手をここに来てくださいって言って、でそれでお金をもらって警備員のその目をね、その現場の周りでここにいますから待ってますみたいなこと言って渡して、確認できる時間もそんなないから、みんな大体こうやって行くけど列の中でこうやって行ったら1人ぐらいはちょっとあの来てください、証明書持ってますか、確認しますねって言って、席が悪かったらさ、売れなかったらどうしようって、そのとこにお金かけるんだったら違ういい席取りたいし、会長にだけでも入りたいんですっていう人以外だったらそっちにかける。厳しいね、コンサート行くためにはいろいろな、うん、日本は基本的にレンダムだから、まあそういうことないと思ってた。ずっと長く入ってたとしても当たらないってこともあるから、うん、新しく入ったの人が当たって、ずっと長く入ってた人は当たらなかったとかあるから、うんうん、コロナ明けたとしてもずっとファンクラブ料払ってた人は当たらなくて、新しく入った人は当たって、ひどくない？ずっと払ってたんだから。学習禁断にりもあったよ。こういう単語を韓国語でチルっていう、普通にはその K-POP アイドルに使う言葉、アルバムとか買うために行くためにする全ての行動っていう、こちらごいっそって言うなら、自分が好きな歌手の動画見たり写真見たりね、そういう全てを含めてね、ドクチルっていうよ。めっちゃネイティブだと思うよそういう言葉。それもそれもあるよ、おとけんど、おちゃぴドクチルこ、행복한ドクチルだ。誰に何も言われても私はファンになるためにコンサートも行く、どれも聞く、うん、そうなら幸せにしようっていう意味だよ、オトキンと、ね、使ってみてね。さゆりちゃんへ特チルみたいな、オトキンと、あ、もう見やんね。何してる？이렇게언니는근데저는몰랐으니까이렇게아리얼까맨날다느끼더니을을이가고야돼느끼더니해보세요고야돼무슨가시어뭐야흐뭐쏘다요어고야이이렇게書くけど、なんか面倒くさい時はこう品川あいろっけ